皆さんはじめまして、講談社が運営する劇作家というサッカーサイトの、今回初めて生座談会をやらせていただきます。乾杯だちょっと、軽いノリでいきたいと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。乾杯だ私あの編集部の河合と申します。お、美女がおるってやっぱりもう反応してる。やっぱり隣、いやめっちゃ緊張してます隣、元僕の、上司であり全サッカーマガジン編集長の中本浩二で、やっぱりみんな見てんじゃねえかやめなさい。北条さとし、はい、よろしくお願いします。でそのトレンにいらっしゃるのが、皆様注目の、はい、こちらです。美人すぎるいやサッカーライター、サッカーライターじゃねえだろお前スポーツライターですね、はい、失礼しました。長谷川のぞみさん、はい、よろしくお願いします。あ、もう美人すぎる、来た、はい、今回が初めての、はい、もうサッカー映像ですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。して今回の、はい、このトークショーというか、覚えたって言われてますよ。ごめんなさい。劇生を、はい、壊していただいたカズ渡部さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で今回、まあ、この4人で、まあ、サッカー日本代表が明日また、オランダ戦をやるということで、この4人でちょっと、まあ、軽い感じで話していきたいなと思ってるんですが明日日本対オランダ代表の試合があるということで、まあ、その試合に向けて硬い画面見ない方がいいよ。はいメロメロだろ。俺飲んでないんですよ。はい、オランダ戦に向けて、まあ、ザッケローにザックジャパンこれでいいのかという、まあ、テーマがありますが、まあ、最初に、まあうん、はい、オランダ戦に向けて明日、どのように戦うべきかっていうテーマからやっていこうと思います。あ、だいぶ正当な感じの、はい、はい、まず日本代表の今、一番のこう注目点というか、ここ最近になってあんまり代表の結果が出てないということで、まあ、ザッケローニ監督どうなんだと、そういう話もありますが、まあ、ちょっと今の日本代表をどのように見られているのか北条さんに伺いたいと思いますが、どのように見られているか、はい、まあ、ダメですよね。普通に皆さん多分そう思ってると思うんですけどね。まあ、なんでダメだかは、まあ、これからいろいろ話すんだと思うんですけど、うん、まあ、その今年これ最後かな、この遠征で多分、はい、それで、まあ、ザックが来年どうするのかっていう、まあ、ある意味方向付けをこうこの2試合で決めるんじゃないかなっていう試合なんじゃないですかね、うん、結構メンバー固定してるというか、はいはい、ずっと同じメンバーで戦ってますが、うんうん、それについてどうですか。いや、まあ、変えた方がね、東アジアでね、新しい選手いっぱいね、うん、呼んで、うん、で、まあ、使うのかなとは思って見たものが、なんかそういう監督昔いましたよね。メンバーずっとあんま変わんないなみたいなね、うん、いましたけど、どうしてもやっぱりこう、そう なりがちなんだろうけどね、うん、ただまあ、試さないことにはいいのか悪いのかもわからないんで、まずはやってほしいなっていう、変えてほしい、うん、使ってほしいっていうのはね、うん、ありましたけどね、うん、ただまあそれがね、呼んでは見たものの結局使わないのかみたいな、椅子からこうずり落ちるみたいな試合はよく今までもやっぱあったんで、うん、まあそれなんとかね、してほしいとは言ってももうこれ1年切っちゃってるんで、うんうん、だから本当はコンフェデ杯で、あの結果を受けてね、この1年残りどうしようかっていう方向づけを考えるはずなんだけれども、まあ、あの大会でなぜかうん、これでよしというような雰囲気でこのままこう行ってしまってる気がするなっていう、うん、でその、まあ、理由としてあのコンフェデの壮絶な打ち合いって、まあ、外から見るとそう見れるかな、イタリア戦ね、はい、あれであのイタリアのメディアがザックあなたはなんて素晴らしいチームを作ったんだっていうイタリアのメディアにこうちょっと持ち上げられてしまい、どうもそれがザックにあのこうよからの自信を植え付けてしまったんじゃないかというこううがった見方もちょっとしてるっていう、ね、感じもあって、まあそれがちょっと、うん、どうなんだっていう感じはするかなっていうところですね、うんうん、
あの試合どうですか、勝俣さん、はい、見られて、イタリア戦ですね、はい、確かに攻撃面は、まあ、世界の強豪と言われるイタリアに通用した部分はあったなと思うんですけど、でもあの試合イタリア本調子だったかっていうとそうでもないかなっていうふうに見えましたね。で、まあ、リードした後にあんだけ差ついて、でその後に追いつかれたのはちょっと、まあ、もちろんいただけないことだと思いますし、あそこ勝てなかったらやっぱワールドカップベスト8とか見えないと思うんで、ちょっとあんま良くなかったかなと思います。まあ、3点取りながら4点取られたという部分がありますからね。はい、長谷川さんどうですか。私もイタリア相手にすごいいい試合したなと思って、うん、シュート数も多かったし、うん、あと香川選手のシュートがすごい良かったので、うん、最後に結果はすごく悔しかったですね、やっぱり、うん、はい、そうですね、やっぱり結構勝てなかったっていうのが大きいし、今年ワールドカップ決まってからって日本も8敗してて、もう本当に結果がなかなか今出てなっていう状況になってる、うん、で、まあ、前回9月にも遠征で、ベラルーシとやりましたけど、まあ、ベラルーシ、セルビアとやって、ワールドカップに出られない2チームにまたこう連敗をしてしまうという非常に厳しい、結果になってしまいましたが、まあ、要はそのコンフェデで、まあ、アジア予選を突破し、でコンフェデで、まあ、世界の本当の、まあ、ワールドカップ本大会で、ね、やるそうな、まあ、強い国とやって、でどうなんだっていうところで、最終的にね、来年のワールドカップに向けてどう方向付けしていくんだってことを考えるはずなんだけれども、どうもあの試合、コンフェデ大会を経てもちょっとザックがなかなかそっちの方の、まあいわゆるそうだな、まあ、現実路線って言い方がいいかどうかわからないですけど、うんうん、まあそっち、まあさっきね渡辺さん言ってもみたいに、やっぱりその本大会で本当に勝とうとするんであれば、まあ、理想を貫くのはもちろんいいんだけれども、現実との折り合いを当然つけなければいけないってこと で一番ザックがよくその口癖として彼が言ってたのは、バランスって言葉をよく言うんですよ。ザックはバランスがとにかく大事だっていう、うん、ただどうも今の代表を見てると、どうもそのバランスが逆にこう欠けてんじゃないかっていう、うん、そこがどうもね、だから今の見え方だと、まあ必ずやっぱどうしても守備がね強くに相手だと、まあ、なかなかうまくいかなくなるっていう時に、その守備のマイナスを攻撃によって補うっていうバランスの取り方ももちろんあるとは思うんだけれども、まあ、現実あの強い国でやって、その守備のマイナスを攻撃によってこう補うってことが現実的にできるのかって考えた時に、やっぱりちょっと今のチームでは不安があるなというところがまああると。でそこに向けて、まあザックがチームをどうこう変えていく、修正していくのかっていうところが多分気になるところなんだけれども、今のところそこの部分はちょっとまだ手をつけてるのかどうかっていう、まあおいおいね、ちょっとその話はまたそこら辺を掘り下げるとしても、うん、まあちょっとそこがうまくまだいってないなっていう気がしますよね、うん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 、結構今回の今遠征に行ってる中でもまた 3-4-3 のテストみたいなのをやって、うん、まあ、その戦術を合わせようっていう風にしてるみたいなんですけど、やっぱりまあ今 4-2-3-1 っていうのがベースとしてあって、そこにもう一個こう 3-4-3 をやる。ただ 3-4-3 にしても相当ザッケローニ監督やろうとしてる期間長いのに、なかなかこれがね定着しないというか浸透しない。 3-4-3 でやって結局良かった試合っていうのはほとんどないじゃないですか、うん、まあ、ぶっちゃけちゃうと選手があんまやりたがってないって正直言うと、うん、だからあんまりそのね、やりたが、まあやりたがんないっつうのもどうなんだっていうのはもうあるけど、まあでもね、明らかにやってる選手はうまくいかないなと思いながら試合やってうまくいくことはないので、うん、まあだからどう、それこだわってなんだかなっていう、なんかね、ザックの頭ではちょっと切り札的な感じで多分萩山さんイメージしてるんだと思うんだけど、まあ、あれはむしろね、切り札っていう違う意味だな、うん、ジョーカーっていうのもババア引いちゃう感じのねあのな感じになっちゃってるんで、もういい加減こだわりは捨てた方がいいかなっていう気はしますよね、うん、まあ、イタリアで監督ウディネーゼとかやってた時も 3-4-3 で結果を出してたっていう、うん、まあ、それで、ね、ザッケローニ監督といえば 3-4-3 っていうようなイメージがありましたけど、まあね、あれもね、実は思いつきたまたまなんだよね、ザックが 3-4-3っていうのは、なんかね、普通に 4-4-2 で戦ってて、ザックチーム、はい、そしたら途中で後ろのバックラインの一人退場になっちゃって、
で攻撃の枚数減らしたくないって言ってそのまま3バックでやろうってなったらうまくいっちゃったんであ、これいいじゃんっつって3、4、2って言わす状態で戦っててで10人で、あ、だったらこれでいけんだったら前に1人付け足しちゃえみたいな、それで3、4、3作ったっていう、まあ、そんな、そもそもね、そんな成り立ちからだからあれ中盤がフラットになってるのはもともと 4-4-2 のイメージだったんでザックの 3-4-3 はフラットになってるんですよ、中盤が基本は。普通ね、3-4-3 だと大体こうね、ダイヤモンド型になってるからね、多いですけど結構どうなんですかね、こうウディネーゼとかビアホフとかがいてっていうような感じだったのに、うん、日本にじゃあそういうそのシステムでやる適材の人はいるのかっていう、まあ適材って別にまあそんなにそのビアフいなくても別に343が機能しないわけではないんだと思うんだけど、要はそのどう動いたらいいかとかっていうその選手たちがこう自然に動けるような感じにまあなりゃ別にいいんだと思うんだけど、やっぱ代表は一回だってこれ現実問題2日も練習できないじゃない、帰国して海外組は帰国してもうすぐ時差ボケ取って1回練習やってすぐ本番みたいな状態でそりゃなかなかうまく回んないし、当然クラブでやってるのも違うし、だからウディネーゼで成功したのって結局クラブでしょ、だから毎日練習やってる中のメンバーであの戦い方やる分にはまあ別にいいんだろうけど、代表ってパッと集まってたからそんなに複雑なことやるってなったらやっぱり相当時間かけないと無理だし、うん、まあ、それで選手たちにちょっとねアレルギーが あるっていうことだから、まあ、まあうまくいかないよなっていう感じじゃないかな、うん、こうやっぱでも2つパターンは欲しいんですかね、監督がここまでやるっていうのは、だからまあ本来であれば普通試合の流れ変えたいとかっていう時は、まあ戦術変える、あるいは人が変えるでフォーメーション変えるってなるんだろうけど、まあ、普通は人、大体代表だとやっぱ人を変えるってことがやっぱ一番やっぱ多くて、フォーメーションガラッと変えるっていうのはあんまりない、よっぽどのスクランブルじゃないとないし、ただどうも日本の選手たちってやっぱり自分たちがやろうとしてるサッカーとかやりたいサッカーがまず先にあるんで、まあ、それをどうしてもやろうとしちゃうっていうのがやっぱあるかなっていう、この間もねなんかそんな話になって、日本の選手たちって割と例えばさっきそれこそビアホじゃないけど、まあ、例えば豊田とかハーフナーとか、まあ、高さがある選手を例えばじゃあトップに入れようと言ってこう使っても、はい、なかなかそこにそのクロスとかロングボールが放り込まないんですよ、確かに確かに、でこれが面白いのは例えばドルトムント、ドイツのドルトムント、クロップが監督やって彼はずっとあのドルトムントのサッカー俺たちは変えないって言ってたんだけど、チャンピオンズリーグのマラガ戦で最後もうスクランブルだって言ってセンターバックのサンタナってやつを一番前に上げたらシャヒンがそこからロングボールをバーンってそこに放り込んで、で逆転ゴールだったかな、同点ゴールだったかな、まあ結局やらなきゃいけない時はやるよっていうことを彼らはやっぱり徹底してやるんだけど、日本の選手たちはあんまりそれができない、あれはしたくない、あれはしない、わかんないけど理由は、だからそういうのがなかなかない、だからその結局結果が出ない選手がダメなのか、彼をその特徴を生かそうっていうことを周りがしないのがいけないのかが、まあ、その辺もちょっとやっぱよくわからない、部分で、ハーフナー入れて放り込まないの何回も見てますもん ね、あるでしょ、でね、前もあの名古屋にいるケネディとかね、ケネディがまあ名古屋に来たばっかりの時に天皇杯の決勝でガンバでやった時も全然ケネディにロングボールがいかないっていう、これロングボール入れなくてケネディは一体何を生かそうとするんだっていう感じなんだけど、やっぱ周りの子たちはやっぱあまりそれをしたくないっていう感じになっちゃう、だ多分豊田選手は彼のやっぱ高さとか強さって武器なんだけれども、それを生かそうって周りがやっぱしない限り彼の特徴はできないし、そういうそれぞれの各々のその強みとか武器を生かそうっていう感じがあのチームの中でこうやっぱできてこないと、なかなか人をこう新しく入れてもなかなか難しい、だ現状だとやっぱりやっと本田香川っていうところのまあ軸になる選手たちがやっぱりグラウンダーのボールをつなぎながらパスをつなぎで崩すっていうのがやっぱどうしてもやっぱりメインストリームになっちゃう感じはやっぱあるんで、あんまりこう広がりがないというかね、だから日本代表のゴールって最近やっぱ難しいゴールが多いでしょ、逆にこの崩し方すげえって感心する一方で、でもこういう難しいやり方やんないと点になんねんだみたいな、逆にさっき言った通り横からクロスポーンって放り込んで高さがあるやつがポーンって簡単にヘディングでクロス1本で点入れやそっちの方が簡単なんだけど、
日本は3本ぐらいパス入れて、そのうち1回はなんかねダイレクトで出すとか、うん、ちょっと浮かしてみるとか、そういうなんか難しいことやんないと逆に突破できないっていう、うんうん、そんなような感じがやっぱあるかな、うん、今度ワールドカップになると戦う相手っていうのは本当に強い国じゃないですか、うん、アジア予選までだったら日本がこう、うんうん、横綱相撲を取れるような相手だったのが、まあ、コンフェデから続いている流れの中でやっぱ勝ててない一つの要因に、ね、やっぱ、ね、ブラジルとかイタリアとかの試合見るの面白いですけど、やっぱりそう簡単に勝てる相手じゃないから、うん、じゃあそうなった時にもっとシンプルに本当チャンス逃さないで取らなきゃいけないっていう時に、じゃあ果たして取り切れるのか、うん、まあ、それができれば一番簡単でいいっていうのはあると思うんですけど、うん、その流れになかなか今持っていけてないし、じゃあどうするかっていうふうに、例えば先ほどあったハーフナー入れてっていう時にもこう高さをうまく使えないとか、すごくでそれ監督がちょっともうちょっとなんかやってくれよっていうふうに思っちゃうんですけど、なんかこうプランがあるのかないのかっていうような感じも今して、すごくまあ なんかこうフラストレーションが代表の試合見ながら溜まっちゃうような感じってありません？ありますね。どうですか2人は、どう見えるんですか今代表。私はこの今度のオランダはすごい組織的なチームだと思うので、うん、そのオランダが、はい、あオランダがね、はいはいはい、もっと中盤とかあの前線からプレスをかけて守備の意識をもうちょっと高くして、うんうん、おー素晴らしい少ないチャンスだと思うんですけれども、そのチャンスを確実に仕留めてほしいなと思って、あ、はい、前線から行けと、うん、行った方がいいかなと思って。僕もそう思ってます僕はもう今回の主演戦は完全にあの失点をまずなくしてほしいっていうのが一つで、うんうん、もう多分得点を取るっていうところに関しては何かしらリスクを取れば、うん、もしかしたら取れるかもしれないとは思うんですけど、うんうん、オランダベルギー相手に守りきるっていうところができるか、まあ、もしくはできた場合ってすごく大きな収穫だと思いますね、うんうん、まず 0-0 は狙っていける、うん、強豪相手でも、うん、要するにロペを抑えなくちゃいけないわけですから、うん、そこをまず今回、まあ、最近の一番の課題なので意識してできたらいいなと思ってるんですけど、まあ、3-4-3のテストをするということなので、うん、どうなることやら本当なんかね、本当に3-4やるんですかね。いや多分やって途中からやろうっていう気なんだろうけどね。いや本気ではやんないと思うんだよね。いやね、今さっき渡部さんが言ったみたいにまずは失点しない、うん、まあ、ずっと失点してるわけだよね日本はね。ね、まあ、この間、まあ、ちょっとあのワールドカップ出ない国とやった試合は別としても、でコンフェデの時もそうなんだけど、結局失点しても別にいいって考え方もなくはない。要するに失点してもその分得点で余ればいいだろうっていう考え方ももちろんある、うん、けど例えばじゃあそれだけそのマイナスを補うぐらいの攻撃力は日本があるのかっていうところで多分トライをしてきたんだと思う、選手もザックも。なんだけど結局コンフェデでやって分かったのはやっぱ厳しいなっていう、うん、やっぱりまずゼロに抑えないとなかなかやっぱ難しい。打ち合いになっちゃっても結局3点取ったけど向こうに4点取られるマイナスがあると、うん、要するに、まあ、ボクシングもそうなんだけどやっぱ攻撃してる時は一番ピンチじゃん、ガードが甘くなるんで、うん、攻撃してる時ほど相手に攻撃される可能性が高くなって、でなかなか攻撃パンチが空振れしてこうパンチ入れられるみたいな形が、まあそれこそ失点するっていうパターンで、カウンターでやられるのは大体そういうパターンでしょう、うん、でそれでやっぱりなかなかブロックしながら攻撃してちゃんとパンチを的確に当てる感じのやっぱりあのまだチーム力は今の日本代表にちょっとないのかなっていうのが一つあるし、まあ、さっきそれこそ長谷川さんが言ったみたいに前から行きなさいと、まあ、俺も前から行ってもまあ後ろでも俺は根本的にはどっちもいいんだけど、要はとにかく球取れと、で攻撃するするってよく言うんだけどボールがないと攻撃できないから、で基本的にあの強い国はボール自分たちで持ってるわけだから、そこからボール取らないことには攻撃できないんで、ポゼッションの力上げようって言ってもボールが取れないとポゼッションやりようがないっていうことを多分まだもうちょっと分かってもらった方がいいかなっていう。それにはあまりにもボールが取れないんだよね日本は、うん、でこの間のコンフェデレーションズカップのデータがまあ各ベスト4と日本かなのデータがこう比較の中にあるんだけど、まあ取れないんだわ他の国と比べると、うん、極端に取れない、うん、
で比較的取れた試合が実はイタリア戦だったっていう、うん、まあ当然のごとく、まあ、イタリア戦ではボール取れたんで攻撃もスムーズにいけたっていう、だからそこら辺の力がちょっとやっぱ弱いんで、アジアだとほとんど守備に回ってる時間がないからそんなにその弱点が出ないんだけれども、やっぱり強くなるとそこの弱点の方がでかくなっちゃうんで、やっぱボールがちゃんとしっかり取れる選手っていうのを、うん、やっぱりちゃんとこのチームにいないと、それを全員でやるのか取れる人をまあこう入れるのか、いろいろ方法はもちろんあるとは思うんだけど、まあそこの部分が改善されないとやっぱなかなかあのクラス相手にいい勝負、あるいは勝つ、勝ち負けに持っていくっていうのはなかなかちょっと難しいのかなっていう気がするよね。結構4年前もそれと同じようなことやって、うん、最後は阿部ちゃん入れてっていう感じで、4年前のなん時も結局日本ってすごく、あの大会って日本って3カ国の中でも相当走行距離があったのね、うん、1試合の平均の、まあみんなめちゃくちゃ走ってたんだよ、走ってたんだけど結果的にあんまボール取れてないんだわ実は4年前も。だから結局なかなかずっと守ってる時間の方がどうしてもやっぱ長くなっちゃうっていう感じ。ただ、まあ、自陣でしっかりこう守ってはいたんでボールは取れなかったんだけれども失点まではしなかったっていう、まあそれでなんとか勝ち負けに持っていけたんだけれども、まあ、今回はもうちょっとねボール、まあ、あとボール持った時にねすぐロストしてしまってまた相手ボールになっちゃうっていうことがまあ4年前はあったんだけど、今の日本は多分マイボールになった時にはもうちょっと時間を作れると思うんで、もうちょっとね激しい守備をしてボールをもっと取れればより自分たちの強みは生きるのかなっていう。で今回のそのオランダ戦っていうのは確か4年前のそのオランダ遠征、あの時岡田ジャパンが前からプレッシャーをバンバンかけに行くっていうサッカーにトライして結局残り20分の中でガス欠を起こしちゃったんだよね。で結局やりきれなかった。ただ岡田さんはあの試合の内容に手応えを感じてたんだけれども、結局ガス欠しちゃって最後やられちゃうだろうという。でガス欠しない方法としてはマイボールになったボールを相手に渡さなければ自分たちの時間を作れるんで、その方がまあ、4年前と比べると今の日本の方がマイボールの持ってる時の時間は長くできるんで、多分4年前のあの小川さんがトライしたやり方をやってももうちょっと時間は伸びるんじゃないかっていう、まあ、それをだからトライするのかどうかっていうのもあるけど、まあ、これはねさっき前振りしたけど実は選手たちがこの間の遠征から、まあ、クラウッチが言ってたんだけどやっぱり前の選手たちがちょっと目の色が変わってきたってわけ、そのボールをやっぱ取りに行かなきゃしゃあないだろうって感じになって行くようになったらしいんだね、うん、だけどよく日本のサッカーを語るときにあの守備意識が高いとかいう話あるでしょ。守備意識高いのは立派でいいんだけど、うん、守備意識高くても結局取れないと意味ないんだよね、うん、だからボールに行けと、ボールを取れと、うん、でそれよく J リーグの監督さんもよくそういう話になるんだけど、守備意識が高いって言って褒めてもしょうがねえんだと、高くたって追い回してボール取れないじゃ意味ないだろうっていう、だから守備意識が高いなんてのは全然意味がなくて、ちゃんとボールを取れるようになんなさいっていうこと、まあ、それがだから今回、まあ、このオランダ相手にどれぐらいやれるのかっていうのは一つ見ものではあるけれども、やっぱうまくいかなければやっぱり考え方っていうかやり方そのものもちょっと見直した方がいいのかなっていう感じだね、うん、結局形を変えるかっていう方法にもなってきますよね。人はもう限られてるわけじゃないですか、うん、そで、あのね、まあ、俺ばっかり喋ってごめんねあのね実はザックの就任1戦目って多分みんな覚えてるか分かんないんだけど、まあ、原さんが最初やっちゃったら、はい、俺2戦2勝で無敗でってよく言ってるけど、いやそのザックの実は就任 1回目っていうのがアルゼンチンとホームであったのね、うん、で俺あの試合のイメージがあるんで、あザックってやろうと思えばこれできんだろうってちょっと実は思ってるところがあって、うん、っていうのはあの試合って普通にブロック作ってしっかり守ってで岡崎のゴールで勝ってんだよね、うん、アルゼンチンに勝てるようになったか日本もって俺はあの時結構感動したんだけど、うん、どうもあのサッカーではなんか選手たちも不満らしくてね、守ってばっかじゃんみたいな話なんだろうけど、でも俺はなんかすごくしっかり理にかなって、で最後ねザックはそれで最後1枚トップを外して本田を一番前に出して阿部ちゃんを入れてさアンカーにでがっちり逃げ切って、あこういうサッカーもできるようになったかと思って、あのやり方に一回今度戻るっていうことができるんであれば別にいいんじゃねえかななんて思ったりとかした、うん、ただ逆に言うとザック就任1回目でそれできちゃったってことだから、ザックはもうこれどうしようもなければもう大会直前にこれやろうっ
って思ってるかもしれない。それは確か日本人はみんな4年前になんとなくそれと同じようなことを経験してる気がしないでもないけど、あれ直前に変えてもできるのみたいな。でもしかしたら思ってなくもないっていう、うんうん、希望的観測。それまあ安倍ちゃんいないけど、うん、他の選手に関しては全然残ってますもんね。細貝萌えとかね、うんうん、全然、まあ、山口蛍でもいいし、うん、全然ああいう選手がいるから全然いいとは思うんだよね。もちろんそのオランダ相手にじゃブロック作って崩せ、ね、崩せ耐えられるかって言ったらまた別問題だけど、でもまあその分、うん、こうカウンターのチャンスも出てくるしね、うんうん、まあ、そっちの方が多分勝ち負けを考えるんであれば、うん、そっちの方が多分現実的なんだと思う、うん、ただそれをなんかどうも選手たちがそれを良しとしてるかどうかが分からないっていう監督もね。日本って立場難しいですよね。アジアの中だとポジションして、うん、でパスサッカーで崩れるじゃないですか、うんうん、で強豪と相手にすると崩されちゃうじゃないですか。そうだね。だから多分そのアジア相手にやる時のああいうパスサッカーで、しかもまあ一応コンディションが悪いとはいえイタリアにから3点取れたっていうサッカープラス、うん、そういう守備的に守って、だから先制した後も守るオプションないじゃないですか今。そうなんだよね。だからああやって逆転されたりとかもするんで、そこもう一個あると、だからそれが 3-4-3 なのかどうなんだって話ですけど、うん、普通多分戦い方一個でいいっていうのは多分バルセロナとバイエルンぐらいで、実はどの国もあれどのクラブも多分自分たちが強者のサッカーっていうかボール持って自分たちがやりたいようにやることはできるんだけど、でも例えばあのクラシコのレアルとバルサの試合を思い出すと分かると思うんだけど、あのレアルって地球上で多分バルサ以外は多分自分たちの思い通りのサッカーができるんだけど、ことバルサとやるときだけは守んなきゃしょうがねえっていう、だからすぐ切り替えるわけだよね。だ当然だから自分たちのやり方を曲げたとかそんなことは考えてなくて、とにかく勝つためにどうするんだってことを考えたら、まあ、守る方がいいなっていう判断をただするだけだから、別にそれでなんか哲学がどうだとか信念がどうだとかやり方がどうだとかっていう話とはちょっと意味が違うと。勝つためにやってんだから、まあ、それに一番ふさわしいやり方をチョイスするってだけの話なんだと思うんで、まあそれがいいのかなっていう。ただそこの辺がちょっと今のチームにはもう俺たちはこのやり方でいくぞっていう、ちょっと哲学と心中的な雰囲気がなくもないっていう、うん、そうですね、うん、すごい僕たちのサッカーができるかどうかっていうコメントが本当に今代表を取材してると多いですよね、うんうん、そうなっちゃうとじゃあ僕たちのサッカーができない相手と対峙した時っていうのがじゃあどうするのってなると、前回、まあ、ワールドカップでもオランダにはやっぱり 0-1 っていうふうに、そうやって勝ち上がるためにはこう傷を最小限にしなきゃいけないみたいな試合も出てくるわけじゃないですか、うん、その時にこう戦い方がまあ、ね、複数あるっていうか、相手が相手に対してこう自分たちがどのレベルかっていうのが変わってくると思うから、やっぱりなんかこう一つ二つやり方があってほしいし、逆にこう人を変えてこうできるような代表でもあってほしいなと思うし、結構もう各選手の所属クラブなんか見てもマンチェスターユナイテッドがいたりインテルがいたりっていうところにあるんで、まあそうなればもうちょっと前回のワールドカップよりはこう自分たちのサッカー出せる時間も長くしてっていうような戦いを見せてほしいなっていうのがあるし、まあ、今回そのオランダとベルギーとやるっていうことで、まあ、その線引きというかを今回やるんじゃないかなっていうふうには感じるんですけど、どうすか。どうすかって俺いや俺だいぶ話俺しか話してないけど、2人にちょっと話を聞いてくださいよ。長谷川さんどうすか、今回どういう日本代表が見たいですか。そう、自分たちのサッカーっていうのも分かるんですけども、私はやっぱりこのオランダも主力選手ファンペルシーとかスナイデルもいないので、うん、そこで一回勝ってワールドカップ前に自信をつけてもらいたいなっていうのがあって、そこでまた盛り上げてほしいですね。やっぱ泥臭く勝ちにいってほしいです、うん、守って少ないチャンスを確実に決めてほしい、うん、そういう思いですね、はい、いやもういいこと言うな僕そういう意味ではその守ってカウンターっていうところで柿田に生きると思うんですね、うん、前田だったりとかよりは絶対カウンターで裏取るの得意ですし、この前もゴールキーパーからの一本のパス決めてたので、ああいうの代表でも見られるようになったら相手の守備も警戒するんで、やっぱあの動きですよね。でもやっぱまだ代表だとそれが合ってない感じがあるんで、東アジアのね韓国に勝った試合もあれカウンター気味のね、青山からパス一本で抜けたのもまあタイプに合うよね、あのカウンターが。ただなこれ何なんだろ
ね、選手たちあんまりやりたくないのかな。まあ選手はね、これ監督やりたがらないんですよって言えるけどね、選手はね。いや、実は選手もやりたくないんじゃないのみたいなのはあるよね、正直ね。でもやっぱさっきね、長谷川さん言ったみたいに、やっぱ泥臭くても勝ちに行ってほしいって普通に俺なんか思っちゃうっていう感じがね。どうなんだろう、そこら辺。やっぱ勝ってほしいよね、普通にね。まあ正直その上位なので全然、強豪国じゃないですか、今回2つも。勝ったら何だろうが万々歳ですよ。そうだよね、間違いなく。まあ別にやり方がどうとかいうよりも、やっぱり結果ね、勝ち負けって勝つってことをやっぱり出してほしいよねって思うんだよね。でも正直もうスペインとかのリーグの試合も見てても、やっぱレアルバルサとやるときはベタ引きじゃないですか。そうだよね、みんなね。プライドもクソもないですからね。いや、本当そうなんだよね。やっぱ日本ってまだ世界の強豪とやるときはあっち側の立場だと思うんで、やってみたらいいと思うんですけどね。そうだよね。いや、なんかね、俺トルシエのときもそうだったんだけど、トルシエもほらアジアカップで、俺も現場でレバノンで見てて、まあこれ強いと。アジアで無敵だと。これで本当世界の強国とやったら面白いなと思ってたんだけど、まあフランスに思いっきり鼻へし折られたわけじゃない、 5-0 で。これが現実だっていう。でもなんかそれが毎回同じようにこう繰り返されるっていうか、ワールドカップが1年前ぐらいになってくると毎回そう現実をこう思い知らされるみたいな。今回はでも満員とインテルの選手いるからなと思ったけど、やっぱ無理だってやっぱ難しいじゃんみたいな、っていう感じなんじゃねえかなと思うけどね。どうなんだろうか。どうなりますかね。本当に。やっぱアジアでこう日本の腹へし折ってくれる人がいない国っていうのがあんまないのが。そうだね。そう、ガチンコの勝負って代表レベルだともう本当コンフェデぐらいしか。遠征行くとかになっちゃいますね。遠征行くとかしかないしね。でもオランダとかもそうなんだけど、この間の4年前のオランダ遠征の時もそんなにオランダって別に日本相手にガチでこう力入れてきたりとかしないから、いい戦いしたっていう話になるんだけど、だってワールドカップ本大会でも彼ら別に 100% の力で試合やってるとは思えないから、予選リーグとか特にイタリアがそうなんだけど、イタリアってよくワールドカップで今までもこう多分歴史を見てもらえると分かるんだけど、グループリーグでよくまあこけてるんだよ。イタリアって本番やってもちゃんと本気で戦ってくれるかどうかわからないっていうのはこの間のコンフェで見た通りで、あの日本戦のイタリアを見た人たちが次のスペイン戦の時のイタリアとこれ同じチームってみんな多分びっくりしたと思うんだけど、本当そうですよね。イタリアとかやっぱこのぐらいの国になっちゃうと、やっぱりそこら辺の力の出しさ加減なんていうのは全然、日本みたいにもう全て全力ですみたいな感じでやんないから、やっぱ優勝狙ってるチームって、決勝にこうピーク持ってきますよ ね、 ね、ピーキングとかね。だからグループステージはあくまで突破すればいいんだぐらいの感じなんで、他の国はもう 100% 出してとにかく突破っていうのが目標なんだけど、全然違うから。もうだって二日酔いみたいだったでしょ、なんかこの間の日本戦のイタリアとか、ケリーニとか、なんか確かに次の試合見たら、日本戦のイタリアあれ何って話ですよ ね、 本当だよね。いや俺スペイン戦見てほんとびっくりして、まあそれは分かってたけどこんなに違うみたいなぐらい変わっちゃうっていうさ、全然ケンリルのマークの付き方とかね、全く違うからね。あれ日本戦でやられたら多分何もできない、何もできないって本当になっちゃう感じだよ。だからなかなかやっぱフレンドリーマッチとかだとやっぱなかなかガチでねやってくれるって、まあメンバーもそうだし、なかなかそういうのってない。だけど、まあ、日本にとってこれガチで行かなきゃいけないような試合 で、 でガチで行って結局勝てないっていうとやっぱ相当力の差あるなって話に、まあ、なっちゃうんじゃねえかなと思うから、ただまあ長谷川さん言うようにやっぱりここで勝つっていうことをやっぱやって身につけてほしいっていうふうに俺もすごく思う。やっぱりやってほしいです、それはやっぱでかいと思うんだよね。日本もだから4年前って本当に大会始まる直前までみんな大丈夫か岡田ジャパンと思ってたんだけど、結局あの大会でベスト16まで行けた後、急に日本がワンランク上のちょっと力つけたなって実感したのもやっぱみんな自信持ったからだと思うんで、だからそういうふうにもう今回の遠征してほしいけどね。このままワールドカップ行くのは危険ですよね。これは言うまでもない、今回、まあ、大迫選手が入りましたけど、どうですか今回の代表メンバーで期待している選手っていうのはい
らっしゃいますか。僕は大迫選手ですね。あのクラブでやっぱり凄まじい働きをしているので、うん、もう本当大迫選手いなかったらもう違うチームになっちゃうぐらい鹿島は依存しているので、うんうん、あの働きがもし海外の選手と対峙した時でもできるんだったら、それはすごい、うん、あの多分いい影響が出ると思うので、ちょっと見たいですね。あんま長時間、ね、チャンス与えられたこともそんなにないので、うん、ないからね。いやね、七海もね、柿谷もいいんだけど、大迫がもうちょっと長い時間代表だったら面白いってこの間言ってたね、うん、確かに、うん、フル出場見てみたいです ね、 ね、なんかね、一回ね。佐川さん、いらっしゃいます。私今回ちょっと辞退しちゃった斉藤学選手すごい期待してて、早稲飯と呼ばれてる、彼はもう局面打開できる力を持ってると思うので、うん、そういうのを代表戦でもやってほしいなと思ったんですけどね、残念でしたね。残念だよね、うん、俺も学ぶはいいよいや完全に学ぶいい選手だよね。カットインからのシュート見たいですね。見たかったんですね。しかも途中から出てもなんかこう変えれるような、うん、こうなんか特徴すごく分かりやすい選手ですね、うん、まあ、あの体のでっかい外国の人はやりづらいだよね多分歩幅が違うしね、リズムもステップも違うから。昔あの2000年の時にフランスと日本がやったことがあるの覚えてるかな。ハッサン国王入ってて2対2で引き上げた試合があるんだけど、あの時にモリシーがドリブルしてもう後ろからドゥサイが追いかけてたんだけど、全くモリシー捕まえられなくて、で最後途中にコーナーキックになった時に、お前を地中海に沈めてやるってあのブサインに言われたことがあるのモリシー。それぐらいだからこうなんか捕まえづらいっていう、なんかモリシーお前地中海に埋める沈めるって言っとるぞってなんか西澤が解説したって、はいはい、モリシーポカーンとしてたんだけど、うん、まあ、それぐらいだからちょっとあのクラスのやっぱりこうパワー系の人はやっぱり才能学ぶみたいな選手は捕まえにくいと思うんだよね。ブンデスリーガで香川が活躍したっていうのもすごいですよね。やっぱ宇佐美とかもね、やっぱり、ね、あの乾とかもやっぱりブンデスでもねやれてるし、なんかね、彼宇佐美のやつなんだっけな、なんかね向こうの外国の選手って横の動きに弱いって言ってた。縦にはこう強いんだけど、横にこうヒュッとこうかわされるとなかなかついていけないっていうことをなんか言ってた。だからこうカニみたいにこう横にっていくじゃん、はい、あのよく学ぶこうディフェンスラインを舐めるようにさ、こう横にでピョンとこう入っていくみたいな、うん、あれはだから外国の選手は結構捕まえづらいんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、結構そういう特徴の選手日本多いですよね。2列目にいるような感じの選手、香川選手にして、うん、まあ、ちょっと斉藤選手のドリブルになるとまたちょっと難しい部分ありますけど、ただこう自分でこうガッて入っていくっていう、あそこまでこう入っていけるのはやっぱ学ぶは相当なレベルなんじゃないかなと。最近やっぱり香川くんはあんまりそうしなくなっちゃったもんね。そうですね、うん、一対一そんな仕掛けないですね。仕掛けないよね。サイドにいるときはあんまり仕掛けなくなっちゃってるから、うんうん、でもちょっとユナイテッドで試合出れなかったのはあるんですかね。香川くんに関しては、うん、すごくなんか気使ってるのか、なんかこうシュート打たないみたいなのが最近ありません、香川慎二。あー、ごめん聞いてなかった。何香川昔ほど打たなくないですか、うん、こうユナイテッドでもこう結構パスにシュートってこと、うんうん、あどうなの、一瞬打つっていうのが最近俺あんま満員の試合見てないんだよね。ドクターブートの時はもっと積極的になんか舞うようにシュートしてましたよね。舞うようにね、うん、やっぱチームの中で立ち位置の違いだと思うんですよね、うん、別にドルトムトだったらもう完全にキングだし、うん、で満員ったらやっぱりルーニー・ペルシーがいるんで、うん、次にはコンビネーションで崩してっていうのを意識してる気はしますね、うん、結構クロス出すシーンも多いんで、はい、結構じゃあそういう風な役割分担っていう感じでやってるから、うん、まあ今やり方違う、なんか結構昔僕取材してた頃なんかだと、はい、もうどんどん自分でっていうのが本当に出てたんですね。でそれでどんどん実際にすごくおかしかったのが、あの初めて取材行った時に僕まだ当時サッカーマガジンにいて、で、まあ、サッカーマガジンのものですって言ったら、あ、サッカーマガジン様です、ありがとうございますって言ったんですよ、うん、ただそれが急にこう最後の方になると、もういや次はもうテレビ呼んできてくださいとかどんどんこう自分をどう出していくかっていうのをすごく考えてるっていうか、うん、まあ上のランクで物事考えてる人なんだなっていうのはすごい感じてたんで、だから真由でもね、ガン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 もっとやってほしいなっていうのもあったりするんですが、
包丁さん話聞いてないで。いやいや、ごめんなさい、今コメント読んでました、ごめんなさい。もうそろそろコメント拾ったらどうって言ってましたね。なんか長谷川さん、あの招集したらどうだって拾って拾ってっていうね、うん、彼氏いますからね。プライベートの話に突っ込んできてますけどね。どうなんですか。そう、聞かない、聞かない、聞いちゃダメですね。既婚。既婚じゃないです。既婚じゃないです。そうらしいです。だいぶみんな残念がってますけど、既婚で。既婚じゃないんですよね、独身さん。未婚です。未婚ですね。未婚ですね。なんかニックネームつけたらいいんじゃないでしょうかね。ぜひ。ぜひなんか、はい、お願いします。なんかいいニックネーム。美人ってそのままですから。ニックネームがなんかあるといいんですけどね。のぞみん。のぞみん。うんうん。工場担当、俺はいいんですよ。のぞみん。あ、のぞみん。のぞみ多いですね。のぞみん多いんですか。アリア長谷部さんで、なかなか面白いですよね。あ、出る。石田純一。包丁の嫁ってなんだ。いや、あの、すみません、あなた司会だからお前も見ちゃうまずい。俺らは悪い。今回の代表に、まあ、限らず、まあ、さっきあのなんだっけ、斉藤学選手の話ありましたけど、はい、まあ、代表この選手、他に一回呼ばれてない選手だけど呼んでほしいな、選んでほしいなっていうのは。みたいな感じ、みたいな感じ来たよ、はい、僕は完全に宇佐美ですね、うん、まあ、いいね、J2 の選手なんで賛否両論あると思うんですけど、まあ、最近の活躍見るともうとんでもないペースでゴール取ってるので、うん、15試合で多分16点とかで、そう、すごい途中から入ってきて今 J2 の得点ランキング2位なんで、うん、ちょっとあれ化け物だなと思って、ちょっとすごいよね、すごいですね、 J2 とはいえ綺麗、本当もう触れないぐらい切れてます ね、 ね、うん、でシュートが入るんですよ、宇佐美は入っちゃうよね、そこがやっぱ、うん、あのやっぱゴールって入らない人入らないじゃないですか、宇佐美持ってるなって感じしますね、うん、だから後半残り15分でもう絶対点取らなきゃもうグループリーグ突破できないとかっていうタイミングで、うん、じゃあ使いたい選手ってなったらやっぱ宇佐美とかになるのかな、うん、俺も見たいね、宇佐美ね、見たいですね、今キレッキレだもんね、本当ね、いやすごいですね、 2,3 人抜きますからね、うん、だから楽しそうだもんね、はい、プレーしてて見ててね、うん、ちなみにあの J で今大活躍中の中村俊輔選手どうですか。お前それなんで、お前自分でなんでそれ司会なのに、長谷川さんに言ってもらうじゃないの、それお前が言っちゃってどうすんだろう。もう一人ぐらいいませんか。え、俊輔ですよね、はい、俺も見たいわ、俊輔ちゃん今 J リーグでもすごい調子がいいじゃないですか、うん、だからトップ下でもボランチでも面白いかなって思うんですよね、うん、走りますからね、年なのに、しかもね、今年ね、めっちゃ守備すごいんだわ、すごいです ね、 ね、最初のプレッシングのなんかスイッチみたいな、あれ、しゅんちゃんがスイッチ入れたみたいな感じのしてっからね、4年前、岡田さん、しゅんすけの守備はなって言ってたんだけど、今のしゅんちゃんだったら、岡田さん呼ぶいいんじゃないかっていうぐらいの、今シーズン10点取ってますもん ね、うん、ね、いや、しかも、価値あるゴールだったりのがすごく多いし、なんか、うん、で守備もそうだから、あれはすごいと思うよ、ミドルシュートとかも、ね、うん、攻撃のやっぱフリーキックだいぶやっぱ精度が、うん、上がってきてるもんね、いいですよね、まあ、ずっとね怪我してなんかどっか必ずどっか痛めてるとか、なかなかいいコンディションでサッカーやられてないかったから、うん、まあ、今すごくね、まあ、ちょっと今はねちょっとあの別のあれでちょっとあれだけど、ちょっと見たいよねって思うよね、うん、うん、なんコンディションが上がってるんですかね、代表しばらく行かなくなっていった、ね、それはあるだろうね、うんうん、割とさっきから米本どうですかっていうコメントが、あ、米ね、はい、俺も米はいいと思います、うん、てかボール取れる人は、そう、多分 G リーグで多分ボール取れって言われたら多分一番飛んじゃないの、うん、米は本当に足伸びるんですよ ね、 ね、伸びるよね、伸びますね、うん、ただ取ったと思ったらすぐ相手に渡しちゃったみたいなのもあるけどね、あそこから展開できると展開できるといいんだけどね、うん、本当だと、あとね、川又選手なんかもすごい勢いで点取ってるじゃないですか、川又もすごいよね、なんか点取りそうな顔してますよね、うん、川又、いや、みんなで見ちゃまずいみんなで完璧にしちゃう、ああ、はいはいはい、
トゥーさん。トゥーさん。トゥーリオですね。トゥーさん。うん。そうか。センターバックが。トゥーさん、ちょっとあれですよね。今シーズン、ちょっと、あれ落ちちゃったかなっていう感じのプレーは結構あったよね。あの、柏戦覚えてるかどうかわかんないけど、こう、工藤にクイッってこう、フェイントかけられて、そのままズルズルズルって抜かれたシーンが、あらららららっていう感じだったんだよね。今までなかったからね。ケンゴ。俺はケンゴ、一押しです。そうですね。はい、いや、スカウトしたらどこですか？トップ下ですか？トップ下、まあ、組み方によるけどね、別に後ろにちゃんと、あの掃除してくれる人いるんであれば、別にボランチでもいいかなと思うし。だケンゴって、代表で、今までケンゴって大体監督歴代トップ下で使う監督が多いんだけど、あのオシムのおっさんだけはあのケンゴボランチで使ってんだよね。でなんだろうなと思ったら、やっぱケンゴとやっとって結構似てる感じがあるんだけど、この間その話をケンゴとした時に、俺は多分ケンゴは多分縦への展開の速さっていうか縦パスがすごく頻度が多いのね、ケンゴって。でそこが結構やっとと決定的に違ってて、で多分オシムはそこを使いたかったんだっていう話をこの間ケンゴと話をしてたんだよね。あ、俺は皆さん言う通りやっぱ永井健介です。永井健介は本当に呼んでほしいです、はい、試合に出るとか出ないとか関係なく一番前にとにかく置いといて、あのブロック作ってカウンターやるならもう一番前にとにかく置いといてくださいと。あとはもう後ろからバンバンボール蹴りますからっていう、ね、用意どんで走ったら絶対勝てますね。あ、絶対勝てちゃう。俺シュンちゃんとセットで使ったらもうそのまま一発でなんかいけちゃうんじゃないか。見てみたい、うん、なんか分かりやすい武器ある選手っていいですよね。いいですよね。足が速いとか、背がでかいとか、98年の岡野さんですか。まあ言ってみれば進化した岡野。いやそれ言い方どうなんだそれ。いやいや、でもなんかそのこの間 そのロンドン五輪の時のやっぱ永井はすごかったと思うんだよね。いやあれの永井のプレー見てると一番シンプルで分かりやすいと思うんだけど、あ、なんだ一番前にいる奴がボール取っちゃったら一番ゴール取るの簡単だっていうのを永井がやったでしょ何回か。相手のディフェンダーからボールも取っちゃったら、あ、もうなんだキーパーしかいないじゃんみたいな。あれぐらいやっぱハードワークできるしボール取れるし早いから、まあ、永井は置いときたいよなっていう。でもなんか今のチームのメンバーはあんまり永井と合わなそうなことを言っていた。誰とは言わない。誰とは言わないけど、なんか違うかなっていうね。あと代表に選ばれてないけど J で点取ってる人って多いじゃないですか。さっき結構出てる、ね、まあでもやっぱね、渡辺さんやっぱ言った通り、やっぱまあ大久保もねだけど、やっぱ大迫はちょっと見たいよね。大迫は本当に今年なんかステージ上がっちゃった感じが。そうですね。あ、日本人なのに、あ、こんな力抜いて点取れんだみたいな。力抜いてっていうか無駄な力が入んないで点取れるんだよね。これシュートとか見てても、なんか割とポストプレー上手いイメージですけど、ね、結構仕掛けもまあできるし、できるんですよね、うん、形持ってますよね。なんか左サイドからこうクッと入ってってシュート、うん、ちょっとアンリみたいだよ ね。あ、左にこう回ってってね、左右強烈なシュート出るんで、うん、いいなと思うんですけどね、うん、もう覚醒しちゃってるよね。そうですね、うん、久藤さんはどうですか。なかなか、いやもう俺は常に言ってますよ、久藤君は言ってくださいと。あの一番前に置いとけば必ず1点ぐらい取りますからっていう感じだと思うんだよね。いや今のメンバーとの相性も悪くないと思うんで、ただクロッサーはやっぱ欲しいかなっていうのは、久里って呼び捨てちゃあれだけど、久里君はクラブで練習やるときにちゃんとクロスをこのタイミングでこう動くからここに出せっていうのを常にチームメイトに要求してやっぱ試合でやってんだよね。であんまり久里なかなか最近クロスから点ねえなっていう時は、大体チームメイト周りが選手変わってるとかっていうのがやっぱあって、ちゃんとやっぱり点を取るためのちゃんと努力というか、まあ、その訓練とか鍛錬っていうのはちゃんとしてるんだよね、うん、でちゃんと理由があるっていうか、久里って本能的とか感覚的も素晴らしいんだけど、やっぱりちゃんと彼のゴールにはちゃんと理由があるっていうストライカーだなって思うんだよね、うん、だからこれはやっぱ使ってほしいと思う、ね、だからこうなんかいろんなタイプ、長井とか、あのね、久里とか、まあ、豊田とかも高さとかっていうのはちょっと置いときたいよね。どういう展開になるか分かんないし、その組み分けによってね、全然国どことやるか分からないけど、国によって全然やっぱり苦手得て増えては変わってくるだろうから、いろんな選手を置いときたいなと思うけどね。確かに大久保は
呼ばれないのおかしいよね。本人も今すごい代表への意欲、うん、だってそれこそね打てば入るって言ってそう使いなさいって話だよ、ね、そうですよね。僕は結構ね守備の面でも取れるじゃないですか、結構前からボール取りに行った時も自分でも追い回すし、うん、そこで1対1になっても取ることもできるし、本当にもう一回代表で見たいなっていう感じはすごくするんですけど、うん、まあでももう固定なんですかねこのある意味やっぱりサプライズが今後もあると思うんですよね。ただ最終選考でこう牧選手が入ったりとかあったじゃないですか、はい、うん、その辺でこうやるかね、やんないですかね、わかんねえな。今回あるかなと思ったんですけどね、うん、また同じ現場ですね、まあ、ね、ほとんどね、うん、ないんじゃねえかな、わかんないね、わかんない、でもな、4年前僕ら気づいちゃったからね、あチームって1ヶ月前でも間に合うんだっていう、ね、いざとなったら1ヶ月前っていう、うん、なんだったら最後またお母さんよろしくお願いしますって言われてっていう怒られちゃうな、そうですね、うん、なんかでも後ろ守備をどうするかっていう声は多いですね、うん、いやでもやっぱそれは間違いないと思うし、うん、皆さんが思ってる通りだと思うけどな。ボランチ、まあ、前みたいにアンカーを置いたりっていうのもてかそれ事前にちょっと試してほしいですけどね。いや前回は安倍ちゃん、ね、一番後ろに置いたじゃないですか。そうだね、まあ、あれ今回の遠征とか、ね、強行相手なんだから試すならちょうどいいなと思うんですけど、でもなんかやる節がないもんね。ないですね、あんまないです、ね、うん、だって 3-4-3 やってんだもん、ね、そうですね、ここで 3-4-3 かっていうのはありますよね。そうだよね、はい、ここでかって感じだもんね。どうなんですか、どうなんですかね。でも結局これでじゃあ変わらないっつったら今度監督交代ってなるんですかね、うん、これはまた難しい交代、あんまりこう監督を直前に変えてうまくいったっていう例もそんなにないんですよね。前回2010年ワールドカップでもあの4カ国、代表こう直前に変えたんですけど揃ってこう予選敗退してるっていうような現実になっていて、うん、いやでもこの間でもほらチリ、はい、南米予選突破したチリは、うん、監督を変えてそれから負けなしだからね、うん、あのビエルさんの弟子っ子の名前忘れちゃったから一回ウニベルシダチリかなんかの監督でこの間鹿島と去年ん今年か去年やった監督やってんだけど今チリの、うん、負けなしだよ、めっちゃ強い今のチリ、だってスペインとやって勝ちそうになったんだよねフレンドリーマッチでね、なんかデルボスケが何もさせてもらえなかったって、スペインが何もさせてもらえないチームってどんなチームだと思ってそれぐらいこうだから侮れないよチリって言っても、うん、強いからね今 ね、うん、ね、さっき面白かったよ、岡田監督空いてるよっていう声が空いてる、空いてるわけじゃないんだよねそう、うん、難しいですね、ちょっとまあ、うん、あオリベラね、オリベラもやってほしかったな、結構、まあ、いや相手んだとビエルサって相手んじゃないの、ビエルサ、いやそんな話じゃなくていいんだよごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと明日のオランダ戦の予想をちょっとここでしたいなと思うんですが、あ、まあ、ちょっとその予想の参考に北条さん、オランダってどんなチームですかなんかものすごい巻きが入ってる感じがあるけどオランダってどんなチーム、いやオランダベストメモで何なの、スナイダーとかファンペルシーは怪我で出られないみたいですけど、いやでもなんかファンハルナっていいんでしょ、すごく、うん、なんか、まあ、ファン予選でね9勝1分けっていう、うん、まあファンハルといえばもともとねビエルサってファンハルのアヤックスが好きな好きで、ね、真似たぐらいのいい監督ですか、うん、そうストロートマンこれですよ今、うん、今ローマでローマでキレッキレのストロートマン、まあでもこれ6ペンこれ出てきたら大変だろうね、今6ペン大変なことになってるもんね、マッチアップするとしては長友、長友のですね、右だ、うん、なんかでもオランダ代表では左今やってるらしいです、あそうなんですか、はい、左で今度出てくるっていう、あそっかそっか、そうなんだ、あそうなんだ、バイルの右ですもんね、うん、バイルの右だよね、そうすると内田選手が対峙する、うんまあ、ウッチリベリーとやり合ってますからねいつも、うん、いつもね、いやウッチ頑張ってんだよ本当に、リベリーといい勝負をしてるよ、すごいですよね、うん、ほとんど抑えちゃったりしますもん ね、まあでも
ちょっと今リベリーはちょっとおかしいからね。そうですね、大変なことになっちゃってるからね。多分バロンドールでしょ。うん、いや取ってほしいですね。いやあれでまたメッシって言ったら本当許せない。さすがにさすがにないだろうっていう。リベリーすごいからね。いやリベリーの話じゃないんだよね。ロッベもすごくいい。紙は使わないで。オランダが8位で、はい、ベルギーが5位っていうのもなんか不思議な感じしますけどね。はい、ああそう。FIFA ランクで言うと。いや昔ね、オランダって昔って、まあ、もう俺の話って大体昔すぎるんだけど、大体あのオランダっていつもワールドカップ予選のプレーオフでベルギーに負けてたんだよ。あのフリットがまだ若い時とかライカールトとか若い時にあのベルギーにプレーオフでやられて、あオランダってベルギー苦手なんだなっていうぐらいオランダよく負けてたよ、ベルギー。これいい紙ですけど、いいんですかこれ。こんないい紙使っちゃって。ここにじゃあスコア、スコアを予想。スコアだけ。オランダ戦ですよね。はい、オランダ戦です、ね。オランダ戦、オランダ戦、はいね。ちなみにオランダ戦は過去2戦2敗なんですよね、日本は。はい。ん？スナイデルにすごいのぶち込まれた覚えがありますけどね。優しいですね。こう期待を込めて書きました。期待を込めて書いた。これなんで予想みんな好きなの。予想もったいないなこれ。はい。いいですか。はい、ではちょっと同時にバッと出して、はい、はい、いや、はい、じゃあこのカズ渡部さんがちょっとどんな展開になるかみたいなのを含めて、はい、見えてるかな。はい、見えない。あそういうことか。来ましたね。はい、日本が1でオランダ3。はい、日本が1でオランダ3で、いや1点取ってほしいなっていうのがまずで、3点取られるだろうなっていうのが、なんかどっちも割と現実的な数字書きました、うん、ありえそうだなっていう、うん、こんぐらいの実力差はまあ現実的に見て あるんじゃないかなっていうのが正直なところですね。悲観的ってほどではないです。そうですね、はい、うん、長谷川さんは私が2対1。はい、もうかなり期待を込めて、そのファンベルシーとかやっぱストライカーがいない分、そのバンバン取られるってことはないと、あってほしくないなと思って、でもやっぱ1点は、まあ、ロッペン選手あたりが決めてくるのかなと思って、で日本はその香川選手、そのウルグアイとかイタリアとかですごいゴール決めてるので、その強豪国相手に対してその勝負強さを持ってるので、それを見せてほしいなと思って、うん、あとはセットプレーとかから得点入るかなと思ってこれにしました。はい、はい、可愛いから当たるなってみんな。完全にのぞみに定着してる。のぞみいいですね。のぞみよろしくお願いします。はい、女神の予言きたって言ってますよ。北条さんは1-2 オランダです。うん。渡部さんと一緒ですね、ここね。ありそうだ、ん、な。これはもう現実的に。うん、で、3点じゃなかったのは、あ のぞみんさんが言う通り、決め手がちょっとオランダにちょっとないってことで2点にしたっていうことですね。うん、はい。はい、夢のない男って書いてある。僕は逆に夢を見て。おゆっくりで OK。1対0。お完封できますか。完封ね、そこがあれなんですけど、でも勝つとしたらゼロに抑えないと逆に今、うん、点が取れないじゃないですか。1点取るの誰ですか。で僕はまああれ柿谷君に取ってほしいんですけどね、うん、はい、なんかここで持ってるっていう、なんか大事なところで取ってくれるような
気がしているんですが、あ、誰が点取ったか、これのぞみさん、これ2点は誰が、私香川と、あとセットプレーから誰かが押し込んでくれるかなと思ってます。セットプレー、はい、セットプレー、前回あのワールドカップあれ前でしたっけ、あのセットプレー誰が蹴るかっていうので日本代表ありましたもんね、あ、オランダと、オランダ戦ね、あの俺でしょって言ったやつ、ね、俺でしょ本田さんがね今回はまあ本田選手が蹴るでしょうね、きっと、まあそうだろうね、はい、あら、なんか面白いこと、はい、チャイム鳴りました、チャイム、はい、あ、これはこのオフィスのチャイムってことですか。そうなんですよ。あ、鳴るんですね。あ、なるほど、はい、下校時間の。はい、はい、もうちょい大丈夫だそうで、あ、もうちょい大丈夫、はい、あとちょっと明日のオランダ戦から、はい、新たな試みをやるという、そうですね、その告知の方をやらせていただいて、はい、はい、今回この、ニコ生の企画、講談社さんの劇作家というサッカーメディアの方で、やらせていただいているんですけども、こちらの方で今度、ツイッターとの連動企画で、劇ツイという企画をやることになりました。ハッシュタグでですね、ツイッターでハッシュタグで、シャープ劇ツイってカタカナで、書くと、まあ、その企画に参加できるんですけど、日本代表の試合中にですね、その激痛をつけてこうサッカーについていろいろツイートしてもらうと、その中から、毎回、優秀なっていうかね、いい激痛ツイッターのその投稿をピックアップして、後日激坂の本方にこう引用してですね、まとめさせていただいて、で毎回、ベスト激痛という賞を、編集長の方と、僕の方で、ピックアップさせていただいて、でそちらには、何らかの嬉しい商品が当たるという激追という企画はですね、激坂さんの方でやらせていただくことになりましたので、ぜひ明日の試合中、まあ、あと試合の前後も、僕が見ている間は、その適用範囲というか、やってますので、まあ、日本代表のサッカーについてですね、だからそのサッカー論みたいなのみんなツイッターでこう書いてるじゃないですか、代表の試合見ながら、でそれをせっかくだからいいツイートはこうもっとみんなに見てもらおうみたいな話で始まったんですけど、まあ、それを劇坂の方でも載せさせていただいて、こう表彰するという企画を明日から始めさせていただきますので、ぜひ、ご覧の皆さん、ツイッターやってたら代表戦見ながらシャープ激追カタカナで、つけて、ツイートしていただけたらと思います。はい、はい、告知のある方どうぞ、告知のある方どうぞ。私はあの Facebook ページをやっておりまして、そこで長谷川のぞみって検索していただければページがあるので、よかったらいいね押してください、よろしくお願いします。なんかイベントとかないんですか。あ、今でも劇作家のコラムだけですよ。あ、はい、あ、そう北条さんはフリーになられて。いや、フリーっていうか、あの別に何も決めてない今お休み中です、うん、まあ、明日の試合に関しては、まあ、劇坂からも一人取材に行ってますので、ぜひ劇坂でも、ページを見て試合後の選手コメントなどなどチェックしてもらえたらと思います。そこもやってるんで、ぜひそちらで見てください。じゃあ、まあ、明日ですね、楽しみな試合があります。はい、どこで見られるんですか。明日、いや、多分スポーツバーとかで見てるんじゃないですかね。いいですね、うん、はい見ながらずっとパソコンでツイッターやってます、多分。長谷川さんは。私は自宅で見ます。はい。北条さんは。俺明日そういえばなんかイベントあったなって。そうだ。なんか麻布かなんかのパブリックビューイングだったかな。なんか楽しいだった気がします。はい。じゃあ麻布で。麻布でじゃあ来てください。麻布って広すぎだよね。すごい広いですよ。お店でちゃんとやるんですけどね。はいはい、はい、いいことですね、はい、うん、まあ、というわけでこれ第1回の、はい、生討論会ということでした。すいません、もう僕喋りすぎです、ごめんなさい申し訳ないです本当はもうずっとのぞみん画面にも映していただければよかったんですけど、すみません、皆さん、あの見納めですから、ちょっとみんな見てください、アップで、のぞみアップで、いやいやいや
あ、いいですね。あ、いいですね。いいですね。いいね、いいね、みんな押してます。いいね、いいね、来ました。はい。最後お別れの挨拶をのぞみんからじゃあお願いします。はい。いいね、いいね、みんな来ますよ。はい。じゃあ明日のオランダ、日本の勝利を願って、今日はありがとうございました。ありがとうございました。セクハラ用事で、俺セクハラ用事じゃないだろう、俺。はい、ファクトリー多分います。すいません。ありがとうございました。パチパチパチ。いいですね。工事も疲れた。違うっつってんだもん。何なんだよ。